ニューストピックスです。金沢市夕日寺高架の鶴瓶町の住民が1961年頃に途絶えた城内の虫送り太鼓を復活させようと動き出しています。すでに保存会を結成しており、今月から練習を始め、来年7月に太鼓演奏や子どもによる虫送り松明行列の実施を目指しています。今回はこの話題について社会部の土田記者に伺います。土田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。およそ60年ぶりの復活ですか。ずいぶん長い間途絶えていたんですね。はい、保存会によると鶴瓶町の虫送りは半世紀から伝わるとされています。はい、毎年7月下旬にご豊穣を願い、太鼓の演奏や児童の虫送り行列を実施してしまいましたが、昭和30年代に人口が減り姿を消していました。そうですか。鶴瓶町の虫送り太鼓はどのような行事だったんですか。はい、太鼓の演奏は夕暮れ後に町内の六羅壇と呼ばれる広見で、高さ6、7メートルのかがり火を前に行っていました。2人1組で叩く決まりで、1人は細長い鉢で細かくリズムを刻み、相方は直径約5センチ、長さ25センチの太い鉢で力強く打ち鳴らします。青年団員が代わる代わるに鉢を握り、虫送り太鼓に合わせて行う行列では、小学生が松明を手に町内の田んぼを巡り歩くなど、町一体となって楽しんでいたそうです。うん、でもどうして今復活に動き出したんでしょうか。はい、町の人口は現在8世帯、約30人のみと過疎が進み、子どもの頃に行事に参加した世代も高齢化していることから、伝統行事の次世代への継承に動き出し、昨年秋に住民や高架の関係者12人で保存会を発足しました。はい、明治の1899年から使われていた桶太鼓は座面が老朽化して裂けていたため、直径約90センチ、長さ約150センチの漆塗りの太鼓を今年2月に2台購入し、準備を進めていました。うん、来年の実施に向けて今月から練習も始まるようですね。はい、練習では住民の記憶を頼りに太鼓の曲調の再現を目指します。町の住民の大半が60歳代以上で、小中学生は数人しかおらず、町内だけでは実施や存続が難しいため、今後地元の夕日寺小児堂にも参加してもらうようです。保存会のメンバーは住民同士の交流や地域の活性化にもつなげたいと意気込んでいます。来年の虫送りでは昔のような賑わいが見られるといいですね。そうですね。はい、今回は社会部の土田記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。